イタリアンレッドとは、日本の競争馬である。主な勝ち倉は2011年七石賞、小倉記念、府中品馬ステークス。2011サマー2000シリーズチャンピオンである。場名のイタリアンレッドとは、イタリアで見られる艶のある赤色のこと。冠名でもある。クラシックシーズンに間に合わず、デビューは6月6日の中京芝1800メートルの未勝利戦でのデビューとなった。 二戦目の8月1日の小倉の未勝利戦で初勝利を飾る。続く小倉の500万下も連勝。しかし重傷初挑戦となったローズステークスは15着に敗れてこの後休養に入る。3月の中山戦で復帰し、2戦するもそれぞれ3着、4着となる。5月の京都の小室特別で2着に入ったものの500万に高級した。 阪神の平場戦は一番人気で7着に敗れる。しかし、小倉の津島特別を一番人気に、答え勝利すると、続く、再開賞も連勝。9月の阪神の、準オープンのムーンライトハンデも勝ち、3連勝を、飾りオープン入りする。オープンに入ってからは、アンドロメダステークスは10着、重賞の愛知杯は4着となる。休養明けの新潟の福島頻馬ステークスは五着。 マーメイドステークスは4着となる。そして、東日本大震災の影響で、中山開催となった七夕賞は、直線差し切り重賞初制覇を飾り、さらに、小倉記念も七夕賞同様に、直線差し切り、勝ち時計1、57.3の小倉芝2000メートルのコースレコードで、重賞連勝を飾るとともに2011サマー2000、シリーズの覇者となった。金馬が、 サマー2000シリーズを制したのは史上初である。府中品バステイクスは中団待機から直線で抜け出しアニメートバイを踏みのイマーチンとの叩き合いを制し重傷3連勝となる。エリザベス上杯では、後一一層も直線で伸びず9着だった。中山品バステイクスでは終始後方のまま14着に大敗した。3月21日付で競争場登録を抹消。 ヤシロファームで繁殖品馬となる。2021年9月9日現在、ありがとうございます。